参りましょう。先攻呂布カルマ、後攻アーソルティ、レディーファイト。決勝で会えるといいと思ってたアウソリティとこんなとこで会うことになるだな、わかんねえな。ファーマーじゃなくて柳竹の上でやるだけ、頭花畑咲いた花、お前が散らした花一瞬で散らす除草剤振りまいて青森真っ黒にしてやる、覚悟しとけや。除草剤振りまく前に例の動画で除草でもした方がいいんじゃね。花咲かせる花畑よ、生キャラメル爪の甘さが出る。前回そうなった、だから今回もまた同じようにしたかった。俺も当たりてえ決勝の舞台、負けた相手なら説得力ない。俺が上層してチンコ加えたらそのまんますぎるっしょ。当たり前のことやってる MC と同じにしてくれるな、お前もそれを言うのかね。お前のなしは俺のあり、俺がお前らのなしをありに変えてやるぜ。どうせまた俺の真似するだけのやつが増えるだけだろ、同じようにはいかねえぞ。確かにな、同じようなことしダメだ、やれて当然なんてするなんてダメだ。あ、やれて当然を繰り返せるほど俺が俺でいれる時間長くねえわ。だからここに来た、よっさん線はみ出てるぜ、ここはボーダーライン、オーバーサイズの服着た B ボーイ、ジーンズの太さより俺のルーズ。今日は俺がチャレンジャー、めちゃデンジャー、めちゃ危ねえ、分かってっか。今日は俺が挑戦者、超デンジャー、分かってっか、俺は危ねえな。いつも上から目線だけど今日は下からえぐり上げてく。この後にも待ってる先輩にもう一発引導を渡しに行く。俺だって引導を渡す、目売りのない物差しで自分を測る、分かる、叩き落とすストレートジャブ、疑惑を隠しに変えるプロフェッショナル。今回はチャレンジャー、下から来た、俺だって下から来た、だから下から回し、街から回し、端から回し、気づいたら豊洲ピットに立ってたわ。